はい。それでは行列の席とブロック分けということで説明していきます。はい。ブロック分けというのはどういうものだったかというと、行列がこうあった時に、何行かこういうふうにして、こう区切ってですね、行列をこうブロックに分けると。ですね。行数が同じ行列が横に並び、列数が同じ行列が縦に並ぶというふうな感じで、ブロック分けというのはできました。 はい。で、ここでは簡単のためですね、えー、全部こう 2×2 の状態にブロック分けされているとしますけれども、一般の場合も同様のことが成り立ちます。で、ここでですね、えー、AB という行列がの積が定義されていて、えー、さらにですね、ここにあるような行列の積が全て定義されるようなブロック分けがされているというふうに仮定します。よろしいでしょうか。えー、つまりですね、 例えば、これが AB が定義されているということは A の列数ですね。A の列数が、ま、なんか、11行あるとしましょう。すると B の行数は11行あるわけですね。十一行あるわけですね。で、A の列数が例えば、えっと、5列で、A11 の列数が5列で、A12 の列数が6列だったとしましょう。そうすると、ここの B11 の行数は、 5行、6行、B21 の行数は5行、6行というふうになるというふうに仮定すると。そういうことですね。つまり、これとこれの積が定義できるということですから、A の列数と B の B11 の A11 の列数と B11 の行数が一致すると。同様に A12 と B121 の列数と行数が一致すると。というふうに仮定します。はい、いいですね。 全体としての列数と全体としての行数は一致するんですけれども、この分けている分け方が、ここの分け方は、こう一致しているというふうにします。はい。まあ、ここの、こちら側の分け方は、ま、全く気にしなくていいわけですね。はい。そうすると、この、行列の積が全部定義されることは分かりますけれども、さらにこの ab っていうのは、a11×b11 p a12×b21 というふうに、え、あたかもこの、まあ、 この4つの行列が数であるのと同じような式がですね、成り立ちます。もちろん、ここの順序入れ替えることはできませんけども、えー、まあ、この a11×b11 足す a12×b21 というのは、11成分になるという、11成分とは言わないですけども、11ブロックですね、になるということが言えるわけですね。はい。ちょっと具体的な例で見てみましょう。 はい。まあ、この計算原理は至って簡単で、えー、例えばこ、ここの11成分、はこれとこれ1、1行1列なんですけども、それを途中でぶあの、ちょん切ってですね、えー、例えば、こう5、5列と6列だとすると、5、五6でこう、ぶってきて、ここ部分との席とこの部分の席の和っていうふうにしてですね、えー、かけて足すという操作を、まあ、途中で分断しているだけなんですね。はい。ということで、ちょ、ちょっとこの具体例で見てみましょう。 はい。えー、ちょっと長い式ですけども、これは 3×4 行列と 4×2 行列で 3×2 行列になります。ここちょっと見づらいですけど、ここに、えっと、あの、1列目と2列目の境目があります。で、えー、これかけるとですね、えっと、12002615ですから、こういう式がこう出てくるわけですね。 はい、これをここでこうぶった切るわけですね。ここでこうぶった切って、えー、ぶった切って、こういうふうにやると、12と26の積と00と15の積の和というふうにかけると。こういうことですね。はい。で、これをちょっと色分けしてみるとですね、えー、っと、こういうふうにブロック分けしました。はい。こういう形になります。えー、っと、この部分ですね、えー、12、青いところと、この紫色のところをかけたものというのが、ここに出てきています。 それプラス、ここですね。えー、0000と1451をかけたものが、あのうちの、うちの、ま、一列目がこう出てきてますね。はい。まあ、ここにも、だから、こことこれをかけたものは、これ、これを並べたものが出てくるということですね。はい。はい。よろしいでしょうか。えー まあちょっとこの色分けで分かりやすいかどうか分かりませんけども、1、2、この、ここの部分とこの2、2行列とここをかけたものっていうのが、どうなっているかというと、この、この部分ですね。この部分とこの部分を合わせたものが、これとこれの積になっているということですね。はい。プラス、00とこのようにの積これが、ここと、ここと、いうふうになっているわけですね。はい。という形で、まあブロック分けが、ちゃんと、ブロック分けの計算ができると。 そうすると、ブロック空きは何が嬉しいかというと、何が嬉しいかというと、例えばここにロのブロックがあったりすると、ここの計算が一気にこう、いらんと、こう、できるわけですね。はい。ということでこ2、この22行列の積だけを計算、集中すれば、計算ができるということになるわけですね。はい。ということなんで、例えばこう、AB0C というのがあって、例えばこれが全部333だったとすると、 これ2乗とかもですね、こう、普通に AB0C、AB0C で、こう計算できると。そうすると A の2乗足す BC のとか、こういう感じで計算できるわけですね。はい。ま、それをちょっと例題で、次の例題でやってみましょう。はい。4次正方行列 A を 2×2 行のブロック分けしてやると。A イコール AB、この A は違うんですね。ま、M にしておきましょう。M イコール ABOC となるとすると。 このときこの m の3乗を abc で表せというふうにやってみましょう。はい、ではちょっと考えてみてください。はいそれではですね m=aboc イコール A C となっているときに m の2乗を計算してみましょう。 そうすると、これは A の2乗たす b かける o なんですけども、O はゼロ行列ですから消えるわけですね。ゼロになっちゃいます。AB たす BC ですね。AB たす BC ですね。これは決して B×A たす C とはできないので注意してください。AB と BA は違いますので、こうはできません。これは注意してくださいね。はい。 ということで、えー、下の行のとこ、下の2ブロックの方は 0OACO ですから0で OBCC ですから C の2乗ということになります。では M の3乗はこれに、まあ、結合法則ありますから A×A の2乗で計算、あ、m m の2乗で計算してもいいんですけれども、まあ、ここは M の2乗をかける m で計算すると、まあ、このように計算することができます。